こんにちは、ちゃんぽんです。今回は交通には関係なく言葉についての内容です。体調不良で仕事を休みたい時などに会社に欠勤の連絡をする時、お休みさせてくださいというようなことを言うと思います。しかしこのお休みのおっているのかなと思ったので、ちょっと調べてみました。というのも、自分が休むのにその休むということを丁寧に言うためにおっていうのを頭につけるのは敬語として適切なのかなっていうことを疑問に思ったからなんですね。結論から言うと、この O の使い方は誤りのようです。お休みさせてくださいの O は自分の好意を高める尊敬語になっているので、使用方法として不適切のようなんですね。この場合 O は相手を高めるときに使う尊敬語になりますので、お休みさせてくださいという表現であれば、休む行為を行うのは本人ということになるので、結果自分自身を高めるということになってしまい、誤りということになるんですね。じゃあ何と言えばいいんでしょうか。会社に欠勤を伝えるとき、体調が悪いので休暇をいただけますでしょうかとか、休ませていただけますでしょうかとかが適切なようです。次に、例えば得意先に後で電話するっていうことを伝えるときに、後ほど私からお電話しますというときのお電話のおっていうのはいるんでしょうか。先ほどのお休みのところで学んだ通り、おは自分自身の行為を高める用法なので、自分が電話するときのお電話しますのおも電話する自分を高めるから不適切なんじゃないかなと思ってしまうかもしれないんですけれども、これは結論を言うと正しい表現ですね。先ほどのお休みは自分の行為で、このお電話も自分の行為ではあるんですが、電話の場合、電話をかける自分だけではなく、電話を受ける相手も必要となってくるんです。お休みとお電話の場合とで大きな違いとなるポイントは、自分だけが行為主となるのか、その行為の影響が相手にも及ぶのかどうかという点なんですね。つまり相手に影響が及び、相手方を必要とする行為で、相手を尊敬の対象として高める場合は をつけて表現して、それは正しい表現になるんですね。それではちょっと話は変わって、おやすみなさいのおはどうなんでしょうか。これ挨拶やろって思うかもしれないんですけども、ちょっとまあ考えてみましょう。おやすみなさいって自分が寝るときに、自分が休むときに言う言葉ですよね。もちろんこの言葉は自分自身が寝るっていう意味もあるんですが、自分も寝ますので、あなたもどうぞお休みになってください、こういうような気遣いの意味も含まれている言葉なんです。つまり相手にも影響を及ぼす行為ということになるんで、相手を高めるという意味で O をつけても問題ないということになるんです。へえ、そういうこともあんねんなというふうに今回調べていて勉強になった部分もあり、自分もこれからこのような言葉を使う時にはまあ気をつけようかなと思ったわけですが、おやすみなさいとかね、そもそも敬語どうこの話じゃなくて挨拶ですし、欠勤の連絡もね、こちらが体調不良で調子が悪い時に、頭が働いてない時にね、そんな言葉の使用方法とか言い方にまで頭が働くかと言われたら、なかなか難しいかもしれないですよね、というようなことを思いました。ということで今回の内容は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。